ショルダーバッグでしょ。でちょっとまあ遊びたいなっていう。いや、いい選択だと思うよ。ライブとしては。水下騎士のおさらギリギリ。今回のゲストは川鍋涼介さんです。お願いします。ありがとうございます。初めまして。ほぼ初めまして。ほぼ初めましてということは一度会ったことがあるという。そうですね。おうかなり昔なんですけど。はい、はい。僕は少年代。小学校の時ですね。小学校。はい。少年団の大会に出た時の、うん、終了した後にですね、水下さんがサッカー教室でこう。おう来てくださいまして、はい、僕の唯一記憶に残ってるのはそこでキャインのモノマネやってたっていう。キャインした。俺現役？現役だと思います。今いくつだっけ？37の年になります。もう一方と怒られてて、で最初の入りであのキャイン。さっきちょうど親父にも確認して、水下さん来たよねって。そうそうやってた。94年に俺それを披露したからキャイン。だ今から28年ぐらい前。小学校か、6年生とか。6年生とか。すいませんでした。いやいや、夢を与えることができなくて。もう。その時やっぱね、レッツの選手っていうのは、埼玉に住んでたんで、はいはい、やっぱもうあの当時からでもやっぱ人気がすごかったんで、なるほど。頑張ってます、それで。頑張ってもらった。じゃあ、今日よろしくお願いします。ありがとうございます。地元は春日部。春日部。はい。春日部も、レッツ。通うんだ。通ってましたね。結構遠いね。そうですね、まあ、その当時だと、まあ、トータル1時間ぐらいかけて行ってましたね。学校終わっていくわけでしょ。そうですね。ねえ、ジュニアユースの監督は誰？名取さんです。あ、名取。ほぼほぼ名取さんですかね。じゃあ名取さん辞めたばっかりでしょ。93年シーズンぐらいで辞めてるから。ですかね。で名取さんでやって、うん、中3の時に辻谷さん。辻谷さん、はい、はい。で、ユース上がって、また名取さん。で、コーディン、池田太さんとか。ああ、太さん、ね、はい。結構濃いコーチですね。キーパーコーチ、佐藤翔平さんとか。翔平さん。同級生って誰ぐらいなの？トップで上がったのは新井翔太。おお。で1個上にあの加藤信弘君。信弘、はい、なるほど。その時代か。中村優也とかは？優也は1個下です。下か。で僕の下ぐらいからバンバントップにこう上がっていくみたいな。小池純喜、西澤義也とか。ジュニアユースが入るときは、はい、小学校で少年団、地元の少年団で、めちゃめちゃ弱い少年で、テストでしょ？はい、テスト出ました。どんな感じなの？いやもう本当にあの時700人ぐらい受けに来てて、でそれこそあの駒場のサブに行って、はいはいはい、で4面に分けて、まあ、ミニゲームね、そうです、もうミニゲームするだけです。基礎練やってミニゲームやって、そこで100人に絞られてる、感じでした、ね。それをじゃあそのスタッフが見てて、そうです、つけて、はい。でもなんでよかったか全然わかんないですけど、自信はなかったの？自信っていうかもう、なんですかね、あの履歴書みたいなの書くじゃないですか、うん、僕書くことほとんどなかったんですよ。もうタイトルも取ってないとか取ってないし、県トレに入ってるわけでもないし、うん、まあ、とりあえず学校の先生、サッカー好きの先生に、うん、まあ、お前はそのぬるい環境にいたらそこに染まるから、まあ、厳しいとこに行けって言われて、うん、ではサッカーダイジェストのその当時の間のセレクションのところを見て、それでレッツ受けただけなんで、別にレッツめちゃめちゃ行きたかったとかじゃなくて、まあとりあえず受けてみようみたいな。なるほどね。そしてたまたま受かったみたいな感じです。ちゃんと上に上がってってるんだな。いやでも本当多分その当時聞いてもらったら分かると思うんですけど、多分誰も僕はプロに上がるなんて思ってなかった。いやでもめちゃ下手だったんだ。こう卒業して大学でしょ、はい、大学行きました。やっぱそこが大事なんで、そこもまたもう高校3年生の時に一回もうプロ諦めたというか、絶対無理だなと思ったんですよ。ちょっと上がれないな。あのサテライトの練習行かせてもらった時に、うん、まあ、その時あのそこそチェツジさんがサテライトの監督にいて、はいはいはい、ちょうど強くなってくるよね。そうです、もう本当にホフトさんからヒドさんになる時の頃ね。もうその当時でサテライトに混じった時点で何もできなかったんですよ。テツさんの練習もめちゃめちゃきつかったんで技術、体力、メンタル何も叶うものないなみたいな。
でもうプロ諦めてサッカー使って大学行こうに切り替えてます。はい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 、いいなぁそれで青学でしょ。でちょっとまあ遊びたいなっていう。いや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 、いい選択だと思うよ大学としては。でも厚木でしょ。はい、厚木でしょ。あ、その時はもう厚木今ないですけど。ああ今、ね、その当時あの厚木から淵野辺ってところにちょっと移動したんですよ。新しいキャンパスできて、で1、2年そう行って、3、4年は渋谷キャンパス通ってみたいな。憧れですよ高卒の俺からしたら。もう僕もそれに憧れてきました。そうか、そうですよ、ね、それで。え、じゃあ中学高校の時のさ、レッツジュニアユース、はい、ユースそんな強くなかった、はい、え、いや僕たちの時は高校の時は1校上が全国にいて、僕たちの代も全国に今で。ああそう、はい、え、1校上誰じゃん。声がそれこそ加藤信彦、あ、信彦かと、中川とかの代です。あ、なるほど、中川と加藤信彦は同じ年で一緒に上がってるんだ。そうそう、じゃあレッツのユース行ったんだったらさ、高校はどこに行ったの。高校は練習場に近い大宮海星高校って言ったところに。なんかね、みんな通いやすい高校でね。あ、そうです、もうそこに行って、ね、効率落ちたんだ。そうなんだ。落ちました。お勉強の方はどうだったの。その時はそんなできなかったですね。あ、まあ別にずっとできたわけじゃないですけど、高校の時は一応内申点は良かったんです。中学から高校上がる時に、はい、サッカーがエスカレーターだから、あ、そうですか、上がれるし。僕たちの時はそうなんですよ、エスカレーターだったの。ユースももうそうなんだ、行きたいって言えば行けるみたいな。で、無難とかのお話もあったんですけど、そうだよね、はい、で僕たちの代だけ中3で全国出れなかったんですよ、うん、関東大会に負けてやって、でそれがめちゃめちゃ悔しくてユースに残ったって感じですね。まだ高校サッカーに憧れがある時代だもんね。はい、なんで無難は特に僕たちの時はまだ埼玉の、ね、かなり強い方で、大体常連校みたいな感じだったんで、無難に行こうかなとかちょっと思ったりはしたんですけど、全国大会で無難に投げたから。あ、そうなんですか。準々決勝でラスト1分ぐらいで点取られて、その時の2年生に上野義晴がファイナルスみたいな、義晴がいて、まあ、スーパーサーバーで、はい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 、うん、だからあのちょっと白と紫のかっこいいよね。はい、あの時は俺も小学校の時に初めて武南高校をこう雑誌でした時に、はい、なまず何て読むんだろうって思って、何て読むのかな、埼玉代表のこの学校でもユニフォームがかっこいいな、はい、白にこの薄い紫ね、はい、薄い紫、ちょっとあれ憧れたんだよな。また提供もね、あのユニフォーム、はい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 、形から入るじゃないか小学生なんて。懐かしいですね、ほんと。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。